広瀬町は、かつて、島根県野木郡にあった町である。2004年10月1日、安木市、野木郡白田町と新設合併し、新市政による安木市となった。島根県の東部に位置した。面積の8割が山林で占めていた。布ノブダム、山佐ダムの2つのダムがあり、近隣市町村の水亀の役割を担っている。この町は、佐々木の力夫が、 雲隠れの主語となって、富田城に入城してから、山陰地方の中心にへとなっていった。1607年、堀尾義春が異常のために、松江城の築城に着手してから、富田は、急速に荒廃したが、1666年、松平金栄によって、広瀬藩が、創設、再び城下町の面影を取り戻した。しかし、同年の秋、大洪水によって、 これまでの富田の市街地は流されてしまう。その後、新たに富田川の西部に広瀬町の中心街となる町が建設され、名前も広瀬と改められ、現在に至る。1984年3月に安木高校広瀬文校が廃校して、以降、町内に高等学校はない。現在は町内を鉄道路線は通っていない。 鉄道を利用する場合の最寄り駅は、JR 西日本山陰本線安木駅。廃止された、鉄道路線、島根県の地名館島根県地域振興部市町村課、P24-6、昭和62年2月1日現在の、市町村名一覧。ありがとうございます。